レンカ学は、飛田山脈北部、富山県中新川郡立山城と長野県大町市とにまたがる、標高2799メートルの山。日本で66番目に高い山。ハリノキ峠を挟んでハリノキ岳の東側に退治している。東西に長い長領は、農飛龍門岩型の溶血業海岸からなる。山頂の西には、若市王子神社の奥の宮があり、 山頂には二等三角点に、剪天が設置されている。山頂付近の猿基地の斜面には、小松、青の津賀桜などの鉱山植物が自生している。梁の木峠までの後ろ立山連峰の南側に、位置し、麓の大町市から眺めると円錐形の、どっしりとした山陽である。殿下学の山域を含む日土山脈の主要な山域は、百三十四年十二月四日に、 中部山岳国立公園の指定を受けた。日本山岳界により、日本三百名山の一つに選定されている。梁の木と岳と、蓮科学が大町市を代表する山として、新州ふるさと百二十山の一つに選定されている。別称が、江ボシ岳と、北梁の木岳。周辺との山並みを蓮の花に見立てその中心の山で、あることが、三名の由来であると見られている。 西の張の木峠から江星岳方面への重装路の登山道が整備されている。連科学から南江星岳までは北アルプス狩猟線の中でも登山者が少ないエリアである。山頂付近は風化した白い砂礫で歩きやすい。飛騨山脈を重装する登山者が通過する場合に登頂されることもある。上部の高山帯の登山道脇の斜面では小草の群生が見られる。 レン学の上部の鉱山帯には、高山植物の小膜さが自生している。ハリノキ岳方面から望むハリノキ峠にある、ハリノキ小屋とレン学周辺の登山道場には、山小屋とキャンプ指定地がある。登山シーズン中の一部期間に、友人の営業を行っている。最寄りの山小屋は、ハリノキ小屋で、登山口周辺の大木沢駅には、一般の宿泊施設がある。 積雪量の多い地域であり、営業期間外には閉鎖される。北側の鹿島槍ヶ岳から望む連科学周辺の山並ひだ山脈の後ろ立山連峰の最南端の山であり、梁の木峠を挟んで東に連科学が退治する。長野県と富山県との県境となる稜線上にあり、その稜線は三股連江岳へと続く。高瀬川の支流の加護川を挟んで北側には、 G 由形が退治している。以下の河川の源流となる山で日本海へ流れる。周辺の主要線上には以下の峠がある。レンゲだへの登山口となる大木沢駅北東山麓の加川左岸沿いに長野県道45号大木沢大町線が通り、その終点に立山黒部アルペンルートの長野県側の玄関口となる関連トンネルとロリーバス。 大木沢駅がある。大木沢駅周辺には、マイカー利用者のための大規模な駐車場がある。大木沢駅が張の木岳などの後ろ立山連峰と、連下岳の登山口となる。JR 東日本大井戸線市の大町駅から、タクシーか、マイカーを利用して、七層、くず温泉の登山口から入山できる。ありがとうございます。